長井荘は、出羽国大玉軍にあった荘園。また、大玉軍全体を指す要例もある。平安時代後期の12世紀頃、古代の大玉軍の分割が行われ、大玉東南部に石関家領なる島荘、八代荘、そして北部に北条荘が成立する。その時、長井里を中心とする西部は高領であったと推測される。 平安時代中期の軍外遺跡と推定される、銅殿遺跡がこの地域にあったことも影響していると考えられる。文治5年、大江広元が地頭に部任され、鳴島僧、八代僧、北条僧に加え高領を含めた大玉軍の地頭となる。大玉軍は、弘元の次男、長井時弘に相続され、鎌倉時代中期に長井層の呼び名が初めて見られる。 南北朝時代の元中二年、首都区二年、大玉軍を治めた長井氏が、伊達氏の信仰により滅ぶと、大玉軍一帯が、長井荘と呼ばれるようになる。その一方で、丹泉町では上長井荘、下も、長井荘と分割してみられる。なお、伊達氏の両国家により、成島荘が上長井荘へと変化している。慶長五年関ヶ原の戦いを目前にした、徳川家康は、 伊達政宗に、神田、伊達、信信、日本松、塩松、田村、長しの丘陵七箇7カ所の回復を約束した、いわゆる百万国のお墨付きを与えた。この反物に添えられた、治療目録によれば、長井は7箇所のうち最大の国高17万7933国分を占めていた。この時の領域は、老いたま軍のほぼすべてを示している。ありがとうございます。